やべえ。めっちゃ怒られてる、1億だから。多分3億切ると怒られるんちゃう。お腹さか魚めっちゃあるー中さか魚、でも、中坂魚が4個も並んでるよ。もう安定やん、これ。ん？あえ？マジか。マジか、ボーナスが払えないって言ってる。7億円いるんだ。じゃあさ、あれだ。鳴島デパートでこれ売却できたりするのかな、今。ああ、マイナス1億でも小さいな、マイナス1億。これ。劇場がマイナス2387万で16億だから、いや、これ売ろう。最初からあった劇場を売って、なんとかボーナスの分、そう、ボーナス分を、稼ぐことには成功した。っていうか、チャットが寂しすぎる。チャット寂しすぎ。もうなんだろう、正直さ、2年目はさ、もうすっ飛ばすからさ、あ、早っ早すぐ売れた。お、早いね。オフィスビル売れた。よし、じゃあ、こうなったらまだ行政施策をチェックして、南家か。あ、瀬本娯楽まだある？土地価格か。あー、土地価格ってことは、あー、土地価格は微妙。正直言うよ、微妙や。で、逆に、鳴島建物価格。でも鳴島遠いんだよな。で、南の家どう？土地価格。土地価格は微妙。土地価格なら受けたくない。てか、中層ビル売れねえな。お、マンションビルもらおう。おー、おい、スタンプラリーツアーを開始しました。よし、いいぞ。ちなみに、これで、鉄道利益はあれ ?14 億全然じゃん。マジか。やっぱあれか。橋作らないかんか。こっちから。南に伸ばして。じゃないと利益厳しいな、やっぱ。やっぱ南北直通運転大事やわ。総資産700億円でさ、思ったんよ、今さ54億もらったじゃん。橋作れるじゃん。54億や、ありゃ橋作れるじゃん、ここ。ちょっとセーブしたんで、まあ駅の建設やってみようかな。ここに、なんだろう、適当にさ、あ、ターミナル駅アンロックされてる。けど知りません、名も。そして、9マスで建設できるところあるじゃん。よし、じゃあここに、駅作って、ここ。よし。いくらかかる接続。あ、10億か。いや、違う。18億か。いや。じゃあ、これでいくか。よし。おー、いいね。さあ、作ってしまった。中層ビルを大量に建てた助成金で、中坂行きの橋を建ててしまった。もうおかしい。浜瀬本でやってる、トラックヤードを全部あ、このトラックヤード全部さ、こっちに移動しよっか。っていうことになるわけよ。
ここでいいのかな。ここの家がいっぱいあるところに、駐車場新たに設置します。はい。たださ、ここの道路がさ、これ嫌なんだよな。あーってことダメか。じゃあ3億だ。じゃああーって。で、10億、こっちが10億いってても、こっちが3億ってダメなんだよな。4億な。まだ売り上げ4億か。最低でも、8億、8億円台にしないと、120億ならんのだわ。違う。あれを見るんだ。損益計算書を見る。すげえ取られる。あと、ここのね、伏線化をしたいわけ。やっぱり。やっぱ単線だとちょっと物足りない。物足りない？物足りないって言ったらおかしいよな。撤去で大丈夫かな？橋脚だよね。あ、橋脚これ消すだけなら、あ、いけるじゃん。なんで橋脚立ってんの？そんな無駄な橋脚いらないよ。あ、あ、おう、そうそうそう。で、これで伏線ができるわけよ。よし、伏線化しちゃった。いくらかかったか知らねえけど。今の敷き方したのはね、理由があってね、これ、既存のダイヤに影響を与えない、引き方してるから、これ。ただ、あ、ちょうどね、土曜日だね。なるほど。どうしようかな。折り返しのホームは、ここにしたいな。あ、やべえ、渡り線作ってなかったわ。あー、で、しかも、豆腐が、飽和してる。河川がないのに。おほほほほ。河川がないのはダメだな、これ。森やん、これ。おー、結構景色いいね。で、朝の9時とかに帰ってくるわけだ。で、下ろした順に出て、あれ？あれ？あれ？なんかさ、みんな道に迷ってるよ、これ。あー、ここ繋ぎ替えたからか。あれ、瀬本停留所行けよ、お前。めんどくせえ。営業路線リセットするとさ、これ。前、従来どういうダイヤで動かしてたか分かんなかったんだよな。いや、だからなんでそうなるの？反対側がなんだろう、何時間間隔か分かんなくなっちゃった。あー、もうだから嫌なんだよ、だから嫌なんだよ、自動車のダイヤ設定は。これいいな。で、本題は、なんだろう、なんかいない、あ、いないわ、よかったよかった。お魚トラックがたまたま、中坂の方行ってくれてたから、いや、大丈夫じゃない。多分こいつらも迷子になってるかな。これさ、もうダメだ、積んでるよね、こういうのって。今度バスがおかしいな。これ何？どっち？高坂観光バスなんでダブルブッキングしてんの、これ。新しい金のバイブランキングがあります。まだ、まだいっぱいあるんだよな。あれ？
あー待って、これさ、数量制限なしをさ、やっちゃってるから、これ、あと33日ってやつが、ダメなんだこれ。年間鉄道利益20億、やっとか。やっと20億だよ。はい、時間を停止しました。そう、タイマー機能はこうやって使うんだ。はい、なんかありますね。いやー、やっぱりランチは。え、なに、池が多いよね、確かに。池多いよね。これ、こいつの、この池のためだけにさ、公開機にしたんだけど、そういうことだよね。あ、そうなんだ。日本一ため池が多いんです。あ、はいはい、水はけが良い土地なら干ばつ対策で作られたそうです。干ばつ対策ね。ディンバーボーンかな。さて、次回。次回こいつやろっかな。こいつでも走らせよっかな。でもどうしようか。こっちとさ、こっち、あ、でも、あー、なん、加速が悪いな。こいつさ、客車列車でも、客車でもさ、電車並みの加速力を得られるからさ、こいつは。9億とかかかるんだよな、これ。実際言うと。あーでも、でも、言うて変わんねえか。初期費用はこっちの方がまだ安いかもしれんけど。なるほど。9億。あれやな、ちょっと裏でダイヤだけ作って、また次回の配信で、こいつは登場させようとします。しましょうかな。というわけで、今回終わりにします。ありがとうございました。